Cicito koto sereno minani iute. Amin. Suis Christo nomi gumi kamino ai sereno manjiwaringa minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang senaru sagi okonao maini. Watastasi no tsumio mitome yurusio negaimasio. Zen no no kamito kiyodai simai no minasang ni kokuaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte, tabitabi tsumi o okashimashita. Seibu Maria, subete no tenshi to seijin, soshite kyudai shimai no minasan, tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zen no no kami, itsukushimi fukai chichi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu youni. Amen. Inochi no minamoto de eru kami yo, watashitachi ga yoi wasa ni hagimi, mimune o okunau yo michibite kudasai. Itsumo yori yoi mono misasute susumi, shu no shi to fukatsu no shinpi yo ikiru koto ga dekimasu yoni. Seire による ichi no uchi ni, anata to tomoni kami de ari, yoi o tokoshi ni iki osamerare ru onko, watashitachi no shu, イエス・キリストによって。アーメン。第一朗読、人たちの宣教。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出て、ガラテアやフリーアの地方を次々に巡回し、すべての弟子たちを力づけた。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは、彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。それからアポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、彼の地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤謬でユダヤ人たちを説き伏せたからである。神の御言葉。神に向かって喜び歌え。
の歌を捧げよう。神は諸国の民を導き、尊い座についておられる。神は宇宙の作り主、すべての人にあがめられる。神に向かって喜び歌い、感謝の歌を捧げよう。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。私は父から出て世に来たが、世を去って父のもとに行く。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。ヨハネによる福音、主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。主の御言葉。キリストに賛美。イエス様が弟子たちに言われたことは、私たちにとってもしばらくイエス様が終点となる父なる神様から出て、この世を去って父なる神様の御胸に帰るということです。大切な人、愛されている人に対して、この世を去るとき、私たちはとても悲しくて、その人はいつ再会できるのか、私たちは信仰を持って、この世を去ってから私たちも一つの家族になって永遠の命、天国に再会できると私たちの信仰の中にあります。今日のミサで私たちの祈り、マリア様取り付けによってこの土曜日のミサ、明日は昇天という祝日、その数日で私たちのお祈り、すべて神様に委ねる。最終的にこの世を去って同じようにイエス様と共に住まることができますように、このミサを私たちの信仰を深めること、また強めることができますように、このミサをイエス様またマリア様と共に互いに愛し合う、祈り合うことができますように、このミサを捧げましょう。アーメン。Thank you.
祈りますよ。命の源である神よ、キリストの体を受けた人々を慈しみを持って顧みてください。主の言葉に従って、この祈念を行った私たちが、誠の愛を深めることができますように、私たちの主、イエス・キリストによって、アメン。マリア様取り付きによって祈りますよ。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、共に祈ってくださって心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の詐欺終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。
inside.